こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。半導体素材の国産化に励み、低品質のものしか開発できなかった韓国ですが、日本依存が深刻で国産化に大失敗したようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。半導体製造分野世界首位を争うサムスン電子、ハイニックス、台湾 TSMC などが依然として日本や米国の製造装置を使用しているということが分かりました。日本の経済新聞によると、昨年の世界半導体メーカーの売上高トップ15社のうち7社が日本企業でした。サムスン電子に主要装備を納品する東京エレクトロン3位をはじめ、アドバンテスト6位、スクリーンホールディングス7位、国際エレクトリック9位、日立ハイテク12位などです。日本最大の半導体機器メーカーである東京エレクトロンは、半導体ウェハーに含光材を塗る高多デベロッパという装置部門で世界シェアの 90% を占めています。半導体熱処理装置市場全体で見ると、東京エレクトロン、国際エレクトリック2社が世界シェアの 80% 以上を占めていると日本経済新聞は報じました。韓国ではカメラメーカーとしてよく知られているキヤノンとニコンも半導体機器分野で液島レーザーを使用する露光装置として頭角を現しています。アドバンテストは半導体品質のテスター分野で世界1位です。日本経済新聞は、半導体回路で素子と集積回路チップを縦に積む三次元化が進み、半導体装置メーカーが強い日本が注目されていると伝えました。半導体分野の製造工程がますます複雑になり、精密性が求められ、世界半導体市場の 30% を占める日本企業にとっても新たなチャンスとなっているといいます。日本政府は、自国企業が強みを見せる半導体機器分野で米国との連携協力を強化するために多様な戦略をとっています。日本の萩生田光一経済産業省は、日米首脳会談に先立ち、5月初めに米ニューヨーク州の半導体研究施設を訪れ、IBM や東京エレクトロンなどを見学しました。それではネットの反応です。こんなことが韓国でニュースになるなんて、だから日本とは手を取り合って協力していくべきなんだ。作ったからってサムスンが使うとでも思ったのか。サムスンは普通に日本の使っているぞ。大企業の国産化にもっと力を入れろよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。